はい、どうも、ケイキングです。今日ですね、ダービースタリオン続きやっていきましょう。33年目、12月1週と。今、連続で動画撮ってます。いや、楽しいんですよね、ダービスタ。今週は、クイーン。そして、キングストライク。クイーンはね、番宣です。ピコメです。まあ、ただ、時間かかりますね。まだこの辺は厳しいと思います。あとはストライク。ストライクはね、まあこれ引退してもいいっすよね。伸びしろはないっすからね。まあとりあえずチャンピオンズカップ見てやね。行きましょう。さあ、クイーン。ああ、やっぱね、きついよね。中京競馬2レース。2歳新馬。芝1400メートル。コンディションは良。スタートしました。ミッキーバディーラかわして先頭。さあクイーンどうだ。ミッキーバディーラわずかに先頭か。食い下がるミッキーバディーラ。いいもの持ってるのは間違いない。残り200を切りました。タガノエスプレッソ後続を振り切りにかかる。レーゼ懸命に追うが先頭はタガノエスプレッソ。3着ね。タガノエスプレッソ押し切ってゴール。はい、まあじっくり使っていきましょう。キングストライク、まあ厳しいよね。砂の王者にはパワーとタフネスが問われます。国内最高峰のダートレースチャンピオンズカップ、まもなく発走です。スタートしました。キングストライクかわして先頭。いや捕まるやろ。キングストライク、キングストライク2番手追走。トランセンド、トランセンド先頭だ。残り200を切りました。トランセンド足色は衰えない。キングストライク懸命に追うがトランセンド頑張っている。カフェファラオ追い上げる。トランセンド押し切って厳しかったですね。一応フェブラリーステークスまで使えますか。一応ね。はい、行きましょう。ストライク。まあちょっとフェブラリーステークスだけ出したいよね。ここです。2月3週。はい、進めます。キングスピード。アバパネか。里のレイナスもいますね。まだあどけなさが残る2歳牝馬の決定戦。クラシックの階段を駆け上がるフィリーズたちの大きな挑戦が始まります。スタートしました。ジュエルオブナイルかわして先頭。さあいい位置。ジュエルオブナイル行く位置はいいっすよ。力伸びてきた。ジュエルオブナイル先頭。キングスピード勢いよく追い上げ。アバパネ来てないじゃん。アバパネ届かないか。ロックディスタウン。キングスピード後続を離して。あ、これはいいね。キングスピード先頭。キングスピード先頭でゴール。オッケー、勝ちました。キングスピード鞍上は川田優雅騎手。キングスピード阪神ジュベナイルフィリーズ制覇です。2着。2歳女王はいただき。さあキングフィーバー。あ、フィーバーもいけそうやね。阪神競馬11レース。リステッド・ミゲルステークス。芝1600メートル。コンディションは良。スタートしました。ここで先頭が変わった。さあどうだ。トリオン1OK。粘っている。キングフィーバー外から伸びてきた。トリオン先頭。キングフィーバーガンガン行こうぜ。残り200を切りました。キングフィーバー足色は衰えない。2番手フィーバーこれで3連勝ですね。ルーンクエイ。キングフィーバー堂々と降臨。よし、フォーススピーキングウィンド。サイクロン。サイクロンか。まあダート行った方がいいっすけどね。
まあ行きますか。2000ホープフルちょっと行ってみるか。まあ使いたいっすよね。ストライク、フィーバーどうする。次フィーバーどうすかな。まあとりあえず1600でいこうか。はい、じゃあ進めます。はい、サイクロンきついです。日本競馬の明日を担う若武者たちがここ阪神競馬場を駆け抜けます。熱戦必至の発走までもう間もなくです。スタートしました。ここで先頭が変わった。オーアマゾン先頭食い下がるセカンドテーブル。まあ伸びてこないですよね。先頭はオーアマゾン、ダッシャー55差を詰める。コディーノ来るのか、追い上げるダッシャー55。あーでも踏ん張ってる。ダッシャー55さらに差を広げにかかる。シェーンバルト差を詰める。ダッシャー55押し切ってゴールイン。はい、OK。 さあ、有馬記念今年も頼むぞ。で、ホープフルステークスいきます。ストライク、ストライクはいかないっす。キングスピード、まあまあやね。これワンチャンあるよ。来年のクラシック戦線を占う重要な一戦、明日への希望をつかむのはどの馬か。ホープフルステークスが間もなく発走です。スタートしました。ここで先頭が変わった。さあキングスピードどうだ。タイトルホルダー先頭だ。シャイニングレイ位置はいいよ。タイトルホルダー粘って、さらに伸びてる。残り200を切りました。あ、これ来るぞ。これキングスピード、アドマイヤ栄冠、伸び足はどうか。ブラックシェル懸命に外。大丈夫やね。キングスピード押し切ってゴールイン。勝ったのはキングスピード。安城2000いける。キングスピードホープフルステークス制覇です。2着ブラックシェル、3着にはまあ周華賞取りたいよね。ただ大草厳しそうやな。よし、キングはきついね。ここはきついです。アーモンドアイか。有馬記念のアーモンドアイどうっすかね。いいメンバー揃ってますね。役者が揃い、舞台が整った中山競馬場。豪華絢爛、世代を超えた名馬たちの共演。主役はやはり昨年の王者。スタートしました。ここで先頭が変わった。さあキングどうだ。マルターズアポジー、マルターズアポジー先頭だ。ラブリーデイ外から追い上げる。マルターズアポジー先頭。あー厳しい、突っ込んでくる。厳しいわ。坂を登って追い上げるフィエールマン。アーモンドアイ後続を離していく。アーモンドアイ先頭でゴール。勝ったのはアーモンドアイ。普通に強いね。クリストフルメール騎手勝ちましたね。答えました。うん、そうやろね。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。キングトリガー、はい、行きましょう。で、フィーバー行きます。ストライク、ストライク行っとく。いや、
ストライクは行かなくていいっすね。サイクロン。ダート行くか。まあ一回使いましょう。サイクロン。どうします、ダート行く。まあでもそんな走りたいレースないですよね。キング、まあここは放牧で OK です。あとはスピードやね。はい、休みましょう。まあ普通に強いね。安定感抜群。あ、でストライク、ちょっとコメント確認する前にストライクね。フェブラリーステックス登録しておきます。はい、じゃあ進めていきます。クイーン中山競馬1レース3歳未勝利、ダート 1200m、 コンディションは良。スタートしました。クイーン突っ込んでくる。クイーン後続を引き離して先頭。2番手はウィンデフィナード。クイーン後続を引き離して先頭。圧倒的やねこれ。ここからが勝負どころ。クイーン後ろを振り切りにかかる。2番手ウィンデフィナード、こんなぶっちぎる。サイドストリート、スペシャルボス追い上げる。クイーン後続を突き放してゴール。1着8番。はい、ダートいけますね。さあフィーバートリガー、まあどっちもいいよ。京都競馬10レース G3 京都金牌、芝外回り 1600m、 コンディションは良。スタートしました。14頭セブンツアーかわして先頭。マイスタイル3番手から先頭。大丈夫か。シルポート、まあ来てますね。離れて追走。わずかに先頭はセブンツアー、残り200を切った。キングフィーバーセブンツアー後続を離していく。届かんか。足色は衰えない。セブンツアー先頭でゴリ。サイクロンきついっすね。京都競馬11レース G3 新山記念、芝外回り 1600m、 コンディションは良。スタートしました。栄進トップ先頭に立った。先頭は栄進トップ。2番手ノーブルマーズ。栄進トップ、栄進トップ先頭だ。ジェンティルドンナまだ動かない。栄進トップ。サイクロン引退しましょう。迫ってくる。アルアイン突き放しにかかる。マルセリーナ伸びる。並んで、はい、引退できます。アルアインわずかに前か。サイクロン。はい、サイクロンは引退で。フィーバートリガー、トリガー8月入球。まあ引退してもいいっすけどね。まあ2歳もねまた入ってくるので。クイーンスピードフィーバー、まあここは残したいっすよね。でストライクは引退するかもしれないです。でメジャーはまだまだ使いたい。まあいいか、とりあえず進めるか。
あ、行きましょう。はい、キングスフィード強かったですね。そしてキングで、キングで、さらにキングと複数のミッションを達成しました。はい、メジャー行きましょう。OK と。キングメジャー。うん、メジャーいいね。中山競馬10レース G2 アメリカジョッキークラブカップ芝 2200m、 コンディションは良。スタートしました。ニトラ勢いよく追い上げる。わずかに先頭はニトラ。ダンビュライ、さあ外来るかこれ。3頭の激しい先頭争い。ダンビュライと差を詰める。残り200を切りました。ダンビュライとニトラこのまま押し切る。一気に来るか。ニトラ突き放しにかかる。届かんね。となりました。ニトラ押し切ってゴール。勝ったのは13番。まあでも2200走れるとはいいですね。ダート1400。そうやね。どうすかな。まあ内パクさんするか。メジャー次どこ行く。 G1 取りたいね。いいところは来てるんですけどね。ジャパンカップ3着で天皇賞秋2着 NHK マイルカップ3着と。どうしようかな。大阪杯か。放牧入れよう。クイーン。まあまだ若いっす、クイーンは。中京競馬7レース3歳1勝クラスダート 1400m、 コンディションは良。スタートしました。スペクター先頭に立った。わずかに先頭は、まあ、クイーンはね焦る必要ないです。差を詰める。2頭が激しく競り合っている。あと200。スペクター後続を捕まるね。スペクター後続を離していく。スペクターさらに突き放す。スペクター先頭3着か。押し切ってゴール。キングトリガー行きましょう。でフィーバーか。まあ行きましょうか。どんどんぶつけていこう。でフィーバー、そしてトリガー。トリガー引退するか。東京競馬10レース G3 東京新聞杯芝 1600m、 コンディションは良。スタートしました。クリスタルスワローかわして先頭。わずかに先頭はミルシーナ。追いすがるキングフィーバー。2頭が激しく競り合っている。いやフィーバー大丈夫か。キングフィーバー、キングフィーバー迫ってくる。キングフィーバー後続を振り切りにかかる。キングフィーバー粘れる。粘ったね。差し切ってゴール。1着13番。キングフィーバー、キングフィーバー。トリガーは引退でいきましょう。
はい、フィーバー勝ちました。トリガー。あ、でもこれ使ってて楽しかったです。8月29。まあもうちょっとね、使ってもいいんですが、引退します。フィーバー。ここ、放牧入れようかな。で、OK と。ストライク、フェブラリーステークス。メジャー。いっとくか。まあ、いきますか。で、クイーン。芝1200か。まずはクイーン。小倉競馬7レース3歳1勝クラス芝 1200m コンディションはやや重。スタートしました。 MO 大賞かわして先頭、わずかに先頭は。さあクイーンどうだ。追いすがるミュージアムヒル、わずかに先頭はミュージアムヒル。残り200を切った。ミュージアムヒル伸び足がいい。ミュージアムヒルこのまま押し切れるか。先頭はミュージアムヒル。オッケーオッケー。まだまだ時間かかりますからね。全然問題ないです。ストライク厳しいな。今年最初の G1 レースはここ東京競馬場から。寒さを吹き飛ばすダートホースたちの熱戦が間もなくスタートします。スタートしました。トランセンド勢いよく追い上げる。トランセンド抜け出した。キングストライク離れて追走。トランセンド、トランセンド先頭だ。 200m を通過した。逃げる逃げるトランセンド。いやスタート位置よくてもこれですからね。モーニーお互い一歩も譲らない。のんこの夢追い上げる。引退でいきましょう。先頭でゴリ。おメジャーいいね。小倉競馬10レース G3 小倉大賞典芝 1800m コンディションはやや重。スタートしました。マウントゴールド先頭に立った。マウントゴールド抜け出した。谷のフランケン外から襲いかかってくる。マウントゴールド先頭。さあメジャー届くか。来てる。キングメジャー後続を離していく。キングメジャーリードを広げる。キングメジャー1着でゴール1着12番。余裕でしたね。大阪杯行きましょう。マジかよ。マジ？ここで？いや痛すぎるぞこれ。キング？じゃあ大阪やキングで行くか。しゃあないね。はい、なんでここは出ないっす。フィーバー、はい。いや、これ痛いね。大阪入って、まあ安田記念行ってもよかったですし、宝塚ちょっと厳しいね。まあしゃあないですね。
キングはまた高松の宮記念で大阪杯のローテで行きましょう。まあここっすね。メジャーに任せたかったんですけどね。まあでもフィーバーもまあこれもいけるな。フィーバーに任せるか。キングの弟っすからね。フォーススピーキングウィンドで、フォーススピーキングウィンド、フィーバーに任せるか。いや、兄弟対決ってのもありやな。それでいくか。まあ面白いっすよね。まあなかなか上がってきてますし、はい、それでいきましょう。で、ストライク、これ引退です。ちょっと一周進めてコメント確認して終わりたいなと思います。まあチューリップ賞からの桜花賞やね。はい、それでいきましょう。 OKOK。 はい、じゃあちょっとコメント確認。2歳はそんないいコメント出てないね。レジェンドは？まあでも根性あるか。スイート、あ、でもこれとかはね、繁殖牝馬で使いたいので、これもね。はい、まあ OK。ということで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。